どういうプレゼント決まった？なんか今見てる。わからない。わかんない。あの今日出て一番くじは？それも思ったけど、A 賞が出るかわかんないじゃん。A 賞が欲しいから。A 賞？いやフィギュア根拠するまでは。本当？あ、だから撮ってんの？いいの、それプレゼント。いいよ、全然。え、ほんと？嘘じゃないよね。ファミマ、行こう。いや。やった。はい、じゃあ皆さん、今からファミマにレッツゴー。まだ何の一番くじかはないしょ。楽しみ。あー、やばいよ、ドキ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 。皆さん、ヤッホーアリクチャンネルのアリクです。皆さん、初めてフィギュア全部出るまで一番くじ引きまくりました。何回やったかというと、全部で40回やりました。やばいですね。1回680円だから計算したら2万7000円くらいですね。まあ誕生日プレゼントなので、まあめちゃくちゃ嬉しいです、本当に。はい、で私は何の一番くじをやったのか。まあね、あの1月15日に出た一番くじなので、分かる方には分かると思うんですけど、私の大好きなあのアニメの一番くじです。それはじゃ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 ーん、ワンピースの一番くじです。じゃーん。ね、もうね、量がやばい、本当に。はい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 、こんな感じです。主にファイルと色紙と、ミニフィギュア。ファイルの量もうやばいので、あと色紙の量もえぐくてですね、こんな感じで、これも全部合わせて40個あります。フィギュアとかも合わせたらね。 A 賞がね、私が一番欲しかったエースとおたまちゃんのフィギュアです。これがね、私一番欲しくて、で40回引いて39回目で出たんですよ。やばくない？超ギリギリで出たの。でも本当にめちゃくちゃ嬉しかったよ、最後の最後で出てくれてね。で続いて B 賞がルフィのフィギュアで、 C が、あーそう、 C めっちゃかっこいいゾロのフィギュアで、 D がこれおでん、おでんさんですね。これね、私まだアニメに出てきてないんですよね、おでんさんのフィギュアで。続いてこれね、確かね、名前ひよりちゃんだったような気がする。これもまだね、私見てる時出てなかったのでね。まあ、あのワノ国編のね、一番くじなので分からないキャラクターいると思うんですけど、今日ご了承ください。で、あとは G がこちら、丸か細長いのか選べるお皿ですね。はい、こんな感じです。あ、待って、 ABCDEF だ、次は。あ、 F、 あ、これだ、 F。 F はランダムミニフィギュア全4種で5個ゲットしました。これ、これコンプしたいですね。はい、で次色紙。そう、 H が色紙なんですけど、これもまためっちゃ出たの。これ無事コンプリートできました、全8種。もうね、めっちゃ被りまくってます、これも。あ、じゃあ1個だけちょっと、まあこんな感じですね、色紙。あとで細かく見せます。で最後はクリアファイルです。クリアファイルはね、あのね、あの数的にはコンプできる数だったんですけど、1種類だけもうファミマになくて、で、コンプはできなかったんですけど、こんな感じのクリアファイルです。全8種、これも後で見せます。はい、じゃあそれでは開封していきます。せーの、はい！はい、皆さん全部開けました。はい、皆さん、やばいです。見て、フィギュアのクオリティが高すぎる。まずは A 賞のエースとおたまちゃんです。あのね、すごい可愛い。なんかもう微笑ましいですね。ほら、エースめっちゃかっこいい。そっと思ったらマジかわいいです。え、マジさ、クオリティ高くない？これ岩に座ってる感じですね。クオリティもマジ高いですね。はい、こんな感じです。で、私思ったんですけど、背中に白ひげのマークないんですよ。皆さん、ちょっと私まだアニメここまで見てないので教えてほしいです。まだこの時は白ひげに入ってなかったんですか？それともこれは不良品ですか？教えてください、皆さん。全くわかんない、びっくりしてさ、あれ、なんで背中に白ひげのマークないのって思って、皆さん教えてください。で、次 B 賞が
ルフィです。ルフィ超かっこよくないですか、これ刀2本持ってさ、マジかっこいい。でクオリティ高いの、これもやばくないこれ、超クオリティ高い。そして続いて師匠のゾロです。え、ね、もうマジゾロもかっこいいの、マジかっこよくないですか、刀持っててさ、腰にも刀3本ついててさ、マジかっこいいです、筋肉もすごいし。はい、C 賞でした。で続いて D 賞がおでん、おでんさん。私これまでね、あのよく知らないキャラクターなんですけど、おでんです。これさすごいかっこよくない、筋肉でクオリティ高いの、あの後ろの何リボンみたいな、ここ縄みたいな、名前わかんないですけど、このクオリティがすごい高いなと思って、いいですねこれもね。で続いて、続いてひよりちゃんです。これかわいいよね、この子もね、ひよりちゃん。はい、でフィギュアは以上でした。で続いて ABCDEF 賞のミニフィギュアが全部で4種類なんですけど、残念ながらあの5個開けて1個だけゲットできませんでした。ひよりちゃんだけねゲットできなかったんですけど、3種類はゲットできました。ゾロとサンジと、このキャラクター初めて見たんだよね、皆さん名前教えてください。残り2個はゾロとサンジでかぶりました。でもいいねこのかぶり方は。はい、で続いて ABCDEFGG 賞のお皿、丸いお皿とこういう形のお皿、扇形かなのお皿で、どっちも4種類ずつ種類があるんですけど、丸いお皿ね残念ながら同じく1種類だけ、ゾロだけゲットできませんでした。出たのがひよりちゃんとおでんさんとルフィです。で被ったのはおでんさんでした。であと扇形のやつは被らず、あの2個だけあったんでコンプはできなかったんですけど、被らずルフィとロビンたちが出ました。こんな感じですね、かわいいよねこれね。はい、もうねよかったです、ランダム開けるのめちゃくちゃ楽しくて。で続いて H 賞の色紙が、8種類無事コンプリートすることができました。まずはエースとおたま、まあかわいいよね。で続いてひよりちゃんかなと思う、ひよりちゃんで、続いておでんさんで、次ルフィとゾロと、多分あれこれこの女の子は確かおくきちゃんかな多分。で続いてサンジです。これ私まだアニメに出てきてないんですけど、サンジの真の姿らしいですね。で続いてカイドウですね、カイドウとあのちっちゃいルフィがいます。はい、で続いてサンジとゾロです。ね、超かっこよくないこの2人、この組み合わせいいよね。で次ゾロです。超かっこよくないこの刀。で以上8種類でした。じゃあ次クリアファイルいきます。これ2枚セットで、じゃあ2枚ずつ見せていきます。まずはエースとおたまちゃん、かわいいよねこれ、エースガチかっこいいの。はい、で続いてユースタスキットだっけ、キットとトラファルガーローです。ローかっこよすぎない、これも被らせました。でもね、被ってるのにあと1種類だけコンプできなかったんでね、確かルフィとカイドウだけってません、あのありませんでした。で次この組み合わせ最高、ナミちゃんとサンジです。え、ナミ可愛くない、いいですねこの組み合わせは、最高です。で続いて桃之助とおでん、桃之助はもう出てますね、私見てるところまでね。で次わかんない、このキャラクター全く見たこともない、こっちが確かひよりちゃん合ってる、これひよりちゃんだよね、ひよりちゃんと、あとこれは全くわかんないです、教えてください。で、はい次、あ、またおたまちゃんとルフィもセットですね。で私がなかったのがこのルフィとカイドウのファイルのセットです、残念ですね。で最後じゃーん、ゾロと、これおくきかおきくだったと思う、ゾロと おきくかな、おきくちゃん、おくきちゃん、はい、こんな感じです。ゾロかっこいいですね。はい、以上です。はい、まあ、あの今回紹介したのはお父さんからの誕生日プレゼントだったんですけど、他にもいろんな方からプレゼントもらったので、もし そのプレゼントも紹介してほしいっていう方はぜひぜひコメント欄で書いてください。はい、じゃあということでグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。そして皆さん誕生日の日にたくさんのお祝いのコメントとかマジで本当にありがとうございました、めちゃくちゃ嬉しかったです。はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう、バイバーイ。